ローズシアターは、グレーターロンドン、キングストンアポンテムズクのキングストンハイストリートにある、劇場である。広い張り出し舞台の周りに899名を、収容できる客席を有する。2008年1月16日、サー・ピーター・ホールの演出によるアントン・チェーホフの、ワーニャ・ハクフさんでこけら落としした。ホールは2004年12月にまだ外側しか、完成していない劇場ドームの中で、 むき出しの、お気に召すまま公演も演出している。ローズシアターの設計は、クリストファー・マーローの儀曲や、ウィリアム・シェイクスピアの初期作が上演されていた、エリザベス町の劇場、ローズ座の設計に基づいている。浅い張り出し舞台が特徴である。元々のローズ座とは異なり、ローズシアターはどちらかというと、 ストラトフォードイコールアポンイコールエーボンのスワンシアターに近いところがあり、エリザベス・朝風の建築様式をより快適にすべく、屋根や現代的な客席がついている。一階席前方の列には椅子がなく、観客は代わりにクッションを使う。ローズシアターは、ピーター・ホールとキングストンシアター・トラスト議長を務める、デイビッド・ジェイコブズの支援によるプロジェクトであった。 建造には1100万ポンドがかかったが、このうち500万ポンドほどは地元の議会によって提供されており、キングストン大学、ピーターホール、キングストン劇場ともの会も資金提供に関わっていた。建物のドーム外側部分は、テムズ川岸の開発であるチャーターキーの建造計画の一部として、セントジョージ公開有限会社によりトラストのため、無料で建造された。 2008年1月、劇場がオープンした1週間後に、ホールは辞職し、2008年4月から、イングリッシュツアーリングシアターのディレクターを辞したスティーブン・アン・ビンが芸術監督の職に就くことになり、一方でホールは名誉監督として残ることになった。2010年11月25日、ローズシアターは、キングストンビジネスショーでコミュニティへの貢献賞を獲得した。 同じ週に、サー・ピーター・ホールは、イブニング・スタンダード賞にて、世界の演劇への貢献により、モスクワ芸術座、金のカモメ賞を受賞した。ローズ座は、キングストン・アポン・テムズ・オーリツクから毎年50万ポンド、キングストン大学から毎年38万ポンド程度の支援を受けている。しかしながら、アーツ・カウンシル・イングランドからは、補助を受けていない。赤字が続き、 2013年度には損失が20万ポンド以上に上ったため議論の的となった。チャールズ・スペンサーはナショナルシアターやウエストエンドの劇場街がキングストンアポン・テムズからすぐ行ける距離にあり競争相手が多いことを客足の鈍さの原因として指摘している。ローズシアターは主催公演を増やそうと努めている。2004年に完成前の劇場でサー・ピーター・ホール演出。 ご気に召すままが上演された。2010年には同じホールの演出により、ジュディ・デ電池をキターニャ役に迎えて、夏の夜の夢が上演された。キングストン大学では2010年からローズシアターで卒業式を行っている。それ以前は長年、ロイヤル・アルバートホールで2009年にはロイヤル・フェスティバルホールで卒業式が行われていた。ありがとうございます。